大人の対応ありがとうございました。ここゆくも村温泉からお届けいたします。ご存知ニャスターでございます。昨年はモンハン日記ギリギリアイルー村でお世話になりました。 DVD& ブルーレイもおかげさまで好調な売れ行き。自分へのご褒美としてこうして温泉で一人酒をたしなんでいるわけでございます。まさかギリギリアイルー村を知らないなんて方は当然いらっしゃらないかと思いますが、一応おさらいおば。モンハン日記ギリギリアイルー村アイルー危機一発はモンスターハンターシリーズ初のアニメ化でございました。アイルーのニャイトたちが日常に潜むピンチに果敢に立ち向かう姿を時にベタに時にアホっぽく時にシリアスぶったりしながら描いたギャグアニメ。物語の進行役としてモンハンシリーズでおなじみ教官と私ニャスターが軽妙なトークで盛り上げたりもしました。僭越ながら私のセリフご覧くださいはカプコン社内ではかなりのブーンを巻き起こしたと聞いております。はあ、懐かしいやギリギリアイルー村。目を閉じればあの頃の思い出がグリ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 と思い出されます。思い出されますか。思い出されます。またやりたいですか。やれるものならまたやってみたいかも。じゃあやりますか。今すぐ。いやー、もう少し温泉でゆっくりしてから、あとは事務所に相談を。あれあれ、温泉は、温泉は、はい、というわけでニャスターさんたっての希望でやることになりました。こちらモンハン日記ギリギリアイルー村 G。 わー、どん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 パフパフパフ。ふいふい、ギリギリアイルー村 G は前作より世界観が拡大。一つ新キャラ続々、深まる個性とドラマ。ナイトたちレギュラーキャラに加えて様々なアイルーたちが続々登場。アイルー村のギリギリライフをバリエーション豊かにご紹介。二つ、お供アイルー&ハンターのハンティングライフ。ハンターとお供アイルーの関係やモンスターとの生活を赤裸々に描いちゃったりする。モンハンユーザーも納得の充実ぶり。ミーツ、安心のクオリティ。教官とニャスターは相変わらず。ありがとうございます、カプコンさん。今年も頑張ります。いつの間にか決定しました。モンハン日記ギリギリアイルー村 G、 できれば服を着て出演したいなと思います。まあ、そういうわけでいつものを行きましょうね。レッツ狩猟セイク。